イエガーの移動を援護すると、あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。これ以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら、早く来いよこのノロマ。死にるんだ。救援要請か。こっち向け。抜かねえと、そのくせいケツに刃ぶっ込んで殺すぞ。もうあれしかない。伊丹藩に続け。クソ巨人が、おめおめ殺されると思うな。最悪でも道連れだ。クソ、このままでは。おかげで命拾いした。助かったぜ。ここで死ぬ覚悟だったが、お前のおかげで食われずに済んだ。標的に向かう。その調子だ。俺たち精鋭班で活路を開くぞ。あれは調査兵団。敵外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。救援要請無視はできねえ。よし、また討伐数を稼げたな。兵長、俺に任せてください。
ておけ。兵長、一生ついていくっす。あらかた片付いてくれ。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。ああ、もっと近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。ここは俺に任せてください。来たねだ。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。ここは私がやります。私のために。姉ちゃん、次で挽回します。まだ戦えるなら、さっさと行け。無視はできねえ。なめんなよ、クソ巨人ども。ここは俺だけで十分です。ずいぶん張り切ってるじゃん。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。してるみてえだな。行かねえと。早く救援を。誰か来てくれ。
理論したよ。仲間がまだ戦ってる。行かないと。あんなのが出てきやがるとはな。あなた無事だった？問題ありません。まだやれます。了解。話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？みんな、ちょっといいかな。模擬戦闘訓練のことで意見を聞きたくて。意見？何か訓練の内容に気になるところでもあるのか？不満とは違うんだけど、今のやり方だとみんなが討伐数を競うことになるだろう。それってどう思う？実戦とは戦い方がだいぶ違ってくるからね。それは勝てない奴の言い訳だろうが、技術を磨くには競争するのが一番手っ取り早いと思うぜ。それは僕もわかるんだけど、
どうしても実戦のことを考えてしまうんだ。例えば巨人の剣を切って行動不能にするような戦い方だってあるだろう。そういう戦い方には連携が有効だと思うんだ。連携？マルコ、まさかこの前の訓練で俺に獲物を譲ったように見えたのはそのせいか？なんだ、そうだったのか。ジャンの得点が高かったのはマルコのおかげだったのかよ。ああ、いや、ジャンに譲ろうと思ったわけじゃないんだ。実戦のことを考えると自然に一歩引いてしまうというか。お前な、本気で憲兵団に行きてえなら他人に得点を譲るような真似すんじゃねえよ。ジャンを怒らせちゃったな。無理もないよね、僕が勝手なことしたんだから。でもこのままじゃまずい。悪いんだけど少し協力してくれないかな。次の訓練で連携の重要性をジャンに見せて、それを理解してもらいたいんだ。ありがとう、助かるよ。君とならうまくやれそうだから、ジャンや他のみんなにも分かってもらえるはずだ。よろしく頼むよ。今日も頑張ろう。何か提案があるのか？作りたいんだ。また来てくれよな。